百五十一回は弦楽器の一種。楽器分類上は構造はギターに近いが長弦は三0に近い四弦のリュート属発言楽器ということになる。バリエーションであるオトライト創生についても取り扱う。百五十一回沖縄県出身のバンドビギンとヤイリギターが三0とギターのチャンプルーとして公安共同開発した創作楽器。まず二千三年に ベーシックが発売され、2004年に、おとらい、2006年に、創生が発売されている。対象こと以来約90年ぶりに、日本で生まれた創作楽器とされる。ギターと参戦の長所を合わせ持つことを特徴としている。ギターの音色を参戦の手軽さで出すことができ、指一本でコードを抑えることができる。入り口は、キャッチコピーでも言われるように、 世界一簡単に弾き語りの伴奏ができるということになっているが、奥行きはとても深い。琉球音楽の参戦やハワイアンのスラッキーの代わりに用いられたり、ブルース、フォーク、ロックなどのポピュラー音楽の演奏に用いられたり、あるいはクラシック系やさらには従来の分類に当てはまらない様々な演奏ができる奥深さも徐々に見出されつつある。 2012年から151回世界大会も開催されるようになった。151回のバリエーションは、価格順にベーシック、オトライ、創生の3種類があり、それぞれボーティーの形が異なる。また、ベーシックとオトライは同じスケールだが、創生は短い。単に151回という場合、ベーシックのみを指す時ときとオトライ、 創生を含めた3種類すべてを指す時がある。2003年に151回として最初に販売開始された。ベーシックという名ではあるが現時点で完成モデルの最上位機種。この名の由来は自由にバリエーションを設けて良いという発想からである。なお、素材、塗装その他を特注すればベーシックではなくカスタムとなる。スケール長は6 3 0ト、mm、ル 標準の長弦は GDGD。左右非対称の形状のため、ギターと違い星座をしても弾きやすいという特徴がある。名前の由来は、弦の音程が最も太い弦から見て1度と5度の関係になっていることを4字熟語、1語1への発音とかけたもの。この他のベーシック仕様としては、素材イコールトップ、スプルースタンバン、サイドバック、マホガニー。 塗装イコールナチュラル。実は、以下のオトライ、創生とともに、節や色ムラその他により、フルサイズのギター寸法には足りないが、乾燥、管理にはしっかりと、時間や手間がかけられていて、十分高級ギター並みという素材を使っている。非対称なので、気づかれにくいが、当然トップは、ブックマッチになっている。カスタム、カスタムについては主に塗装、内裏などに個別に対応している。 また、ヤイリギター自身によるカスタマイズとして、ケヤギ、フー、ヤクスギの3種類も制作された。復元の楽器も最初に、ビギン用として制作されたものを含め、ごくわずかにだが存在する。おとらい、左、旧型、右、新型ベーシックが10万円を超える価格であったため、手軽というわけにはいかないという声を反映して、価格を40%程度に抑え、151回の 廉価版として2004年に発売された。後に抑えやすいナイロン弦を採用したオトライ G も発売されている。2009年にオトライ、オトライ G ともにマイナーチェンジされている。スケール長はベーシックと同じ 630mm で長弦も同じ。名前の由来は沖縄に伝わる海の彼方の理想郷、ニライカナイ。創生2006年創生 2009年からの新型を抑えやすいナイロン弦を採用して幅広い年齢層に対応し持ち運びがしやすいように軽量化コンパクト化が図られたボディ形状はベーシックやおトライの特徴ある形を踏襲せず亀の甲羅を意識した楕円形2006年に発売価格はベーシックの25%程度に抑えられ国産弦楽器としてはほぼ限界に近いサイレンカバン 2009年にマイナーチェンジされ、さらに軽量化、コンパクト化された。スケール長は4 7 5ト、mm、ルこのため、ベーシックやオトライと異なり、標準の長弦が CGCG となっている。高音の2弦を1オクターブ高く長弦するのは同じである。対象ことや、マウンテンダルシマーのようにテーブルに置いたまま演奏できるよう、 ヘッドの裏にかかとをつけるという工夫もなされている。名前の由来は、オトライと同じくにらいかない。151回、オンラインの設計時に想定された標準の長弦は、低い弦から高い方へ、順に、GDGD で、高音源2本は、低音源の1オクターブ上に合わせる。これは3線の長弦に中弦の1オクターブ下の、音を、ベース音として加えることから成り立ち、 同時にギターから2本抜いて1、3、4、5弦でオープンチューニングにしたとも見える。これがギターと三線のチャンプルーとされるゆえんである。それぞれの弦の名前は和楽器に習って太い方から順にア弦、イ弦、ウ弦、エ弦、とひらがなで呼ぶ。また全国に点在する教室などでは参戦や三線やシャミ線の教室に習ってカイシーカイシーを基本とするところもある。 和楽器の性質を持つため、相対音程として、1度から5度、さえ守られていればよく、その限りで長弦を変えることができる。専用弦を貼ってある場合、ゲージとの兼ね合いで、d a d a ぐらいから AEAE、e、ぐらいまで使用可能。創生の設計時の長弦は CGCG だが、ベーシック、オトライ同様曲によって、長弦を変える。専用を貼ったままでも低い方は、 GDGD ぐらいから使える。ベーシック、オトライ、創生いずれもカポタストを使用することが可能。151回のコード表記は、1、2、3と関数字で表記する独特なものである。このコードを歌詞の上に金のように振ったものが、151回譜と呼ばれる。PC 上でも紙の上でも簡単に表記でき、洋楽のコード表記を一切知らなくても弾けるという、 利点がある。概要にもある通り、指一本でコードを抑えることができる。ただし、コードといっても、厳密には最も基本的な3話音のうち3度の音を書くので、エレキギターでいうところのパワーコードのような響きとなる。とはいえ、これだけでも最小限の伴奏になるので、気軽に弾き語りを楽しむことができる。 151回譜形式のものを中心に歌集も何冊か出版されている。また、151回譜を踏まえながら、151回スコアマガジン市上に歌詞の上にフレット番号と弦を示す記号をつけた寄付法が提案されるなど、寄付法についてはいくつかの実験的な試みがされている。音名を数字で表記する方式が、 対象ことやハーモニカなどに採用されており、151回譜のポジション数字を同様に一種の数字譜と捉えて、メロディ弾きを表記する方法も模索されている。また、徐々にタブ譜も出始めた。この他、151回の楽譜を5000歩で表記することも当然できるわけだが、あまり普及していない。1度5度以外の3度、7度、9度、スース4、リム、 オーガスと等様々な音程を含むコードフォームは少なくともギターとは異なった独自のものとなる。その他三線の楽譜であるクンクンシーを見てそのまま弾くこともできる。シャミの文化譜を151回で読み替えることもできる。概要長言とコードにもある通り、そもそもこの楽器の発想は三線とギターのチャンプルーから始まった。ギターメーカーである ヤイリギターにより設計、生産されていることから、外見はギターの一種のように見えるが、長弦の由来から、分子そのものはギターよりもむしろ三線とほぼ同じで、その意味では151回は、四弦ミニギターというよりはむしろ、コードが弾けるギター型三味線といった方が正確かも、しれない。洋楽器としては、バイオリン族やマンドリン族、テナーギターとテナーバンジョーとも通じる。 アイリッシュブズーキとは、バイオリン族やマンドリン族より、さらに、現一コース分多く似ているので、コードフォームや運指、さらには演奏全般を研究、実践する上で参考になる。アイリッシュブズーキ、テナーギター、テナーバンジョーの場合は、長弦を AD オクターブへの AD イコール事実上、5度と1度だけにする場合もあり、さらに似てくるが、運指は大きく変わってしまう。 これら洋楽器のほか、世界中に広く分布する竜都族の民族楽器などとも類似性がある。ユーラシア大陸のサズ、ドゥタール、ドンブラーコムズ、タンブールなどとは、構造や長弦などに類似点が見られる。中国の楽器源皆とは、構造のみならず、弦の数や長弦までがほぼ同じである。中国の楽譜も数字譜なので、今後の研究や交流、演奏の実践が待たれる。 また、北米で見られる、マウンテンダルシマーや、創作楽器、ストラムスティック、その日本版ともいえる、ミンミンなどとも、類似点が見られる。ただしこれらの楽器の内前2社に共通する、ダイアトニックなフレット配列は踏襲せず、平均率クロマチックになっている。151回、音大によれば、87年とのこと。他にも、1910年に発明された。 対象ごとという記述もある。第1回は2012年10月7日に、岐阜県加西文化創造会館 ALA にて開催。ソロエントリー13組が出場し、山田綾子が優勝した。第2回は2013年10月14日、同じ会場で開催予定。グループエントリーも可能。1度から5度、ではなく、5度から1度で調弦することもできるが、これが参戦で言えば、 に上がりに相当することになる。コードを数字で表記する方式は、米国のナッシュビルナンバーシステムと共通している。ギターでも特殊なオープンチューニングに調弦することで、指一本でコードを弾くことはできるし、151回よりも弦が多く3度の音程も表現することができる。その一方、151回はギターよりも弦が少なく、長弦も緩めなので、少なくとも、 ギターよりは、指一本でコードを弾くために必要な手の力は、弱くて済む。弦が少ないためネックが細くなっていることも、手が小さいと悩む人にはハードルを下げることになる。ドレミ楽譜出版社より2005から9年まで、期間観光。2012年現在。推測される理由は、楽譜が読めない、苦手という人でも、楽譜のことを考えずに弾ける、容易に転調できる。 という151回ならではのメリットが5000歩で固定的に表記することでえって損なわれるためか、あるいは基本的な弾き方ならばわざわざ5000歩で表記するまでもないためか、一般的なレギュラーチューニングのギターのよく知られている基本的なコードフォームを流用して弾くことはできない。ありがとうございます。